伊東市のぎっくり腰119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。当院ではですね、ぎっくり腰の制服を、得意としてますけれども、ぎっくり腰っていうのはね、日常の何気ない動作によって引き起こる腰のね、強い痛みなんですけれども、引き起こる前にですね、それ以前に姿勢の歪みだとか、運動不足だとか、ストレス、またはね、内臓系の負担だとか、または、冷えとか背中とかね、腰の冷えとか、いうのがたまりにたまって、起きてくる場合が多いです。これらをね、事前によく注意していると、引き起こる可能性がね、低くなりますんで、まずはね、姿勢の乱れとか、ストレスなどをね、要注意で日常生活を送ってみてください。